スチュワート・ピアースンベは、イギリス・ロンドン出身の元サッカー選手。ポジションは、左サイドバック。1990年代のイングランドを代表する、ディフェンダーであり、イングランド代表では、キャプテンも務めた。イングランド史上最高の左サイドバックに、彼の名を挙げるものも多い。ウェスト・ロンドンで生まれ、キングスベリーにある、プライマリースクールに通い、その後、ケントンにある、 ハイスクールへと進んだ。クイーンズパークレンジャーズのトライアルに落ち、ハルシティから誘いを受けたが断り、ノンリーグのウィールドストーンに加入した。ピアースは、サッカーの練習を続けながら、電気工と配管工として働いていた。およそ5年にわたって、チームのレギュラーとして活躍し、カンファレンスナショナルで知らぬ者はいないほどの選手となっていった。1983年、 ウィールドストーンは、セミプロの選手としては、異例の額である3万ポンドのオファーを、当時トップリーグに所属していたコベントリーシティから受けた。監督を務めていたボビー・グールドは、視察に訪れた際に、ピアースのその判断力と、好戦的なプレースタイルに感銘を受けていた。ピアース自身はあまり乗り気ではなかったが、コベントリーに加入し、すぐにプロデビューを果たした。 ピアースは、激しいプレーをするがフェアな選手であり、その一方で、決して手を抜かない左サイドバックの選手としての、名声をすぐに確立した。2年後、ブライアン・クラフの目に留まり、ピアースは、ノッティンガム・フォレストへ移籍した。30万ポンドの移籍金と、その契約に伴って、コベントリーのセンターバックであった、イアン・バタワースもフォレストへ加入した。ピアースは、 サッカー選手としての自分の将来に自信を持てておらず、フォレスト遺跡後にもマッチデープログラムに広告を載せ、電気工としての自分を洗練した。フォレストには10年以上在籍し、大部分をキャプテンとして過ごした。フォレストでは2度のリーグカップ優勝とフルメンバーズカップ優勝を経験し、1991年の FA カップ決勝では、 トッテナムホットスパーに敗れはしたが、フリーキックからゴールを決めた。ピアースは、FA カップ準決勝のリバプール戦で起きた、ヒルズボロの悲劇を目の当たりにしたノッティンガムフォレストの選手の一人であった。ピアースは、オールドトラフフォードに会場が変更された再試合に出場し、チームは3から1で勝利した。1993年、クラブは下部に降格したが、 ピアースはクラブに泊まり、1シーズンで最小格を決めたチームで活躍を見せた。1996年12月、監督代行に任命され、プレイングマネージャーとなった。1997年1月には、月間最優秀監督賞を受賞したが、クラブは降格となった。ピアースは、1996から97シーズンを最後に12年間過ごした。 シティグラウンドを去る決意を固めた。ピアースは、ニューカッスルユナイテッドに加入し、敗れはしたが、1998年の FA カップ決勝に出場した。その後、ルートフリットとソリが合わなくなり、ウエストハムユナイテッドに移籍した。2001年に、マンチェスターシティに加入し、選手として最後のシーズンを送った。彼はキャプテンを務め、最後の試合となった。 ポーツマス戦では、キャリア通算100ゴールを目指したが、インジュリータイムに得た PK を失敗し、目標を達成することはできなかった。サッカー選手としてのキャリアを通して彼は、その妥協をしない姿勢から、サイコという愛情のこもったニックネームをつけられた。最初は、フォレストのサポーターがつけたものであったが、後に、イングランドのサポーターからも呼ばれるようになった。 彼の選手としての功績と様々な事前団体への支援活動が評価され、1999年に1月、エリザベス2世から大英帝国勲章を贈られた。2016年1月28日、グロスタシャー北部シニアリーグ2部のロングフォード、AFC に現役復帰することが発表された。また、契約は1試合ごととなっている。ロングフォードは、 イングランド最弱のチームとの呼び声が高く、ピアース加入発表時点での15から16シーズンの成績は19戦全敗で、得失点差もマイナス180というありさまである。1987年、ブラジル代表との試合で A 代表デビュー。代表キャップを記録した999人目の選手であった。1988年から、 代表チームの左サイドバックのレギュラーとなり、30歳の誕生日を目前に控えたケニー・サンソムに代わり、3番のユニフォームを身にまとうようになった。怪我の影響で、サンソンのバックアッパーとして、ユーロ88のメンバーに入ることは叶なわなかったが、大会後、監督のボビー・ロブソンは、ピアースをレギュラーとして起用するようになった。代表では78キャップを記録し、 フォレストの選手としては、最多のキャップ数を有する選手となっている。1990FIFA ワールドカップでは、グループリーグのオランダ代表戦で決めたゴールは、認められなかったものの、大会を通して、高パフォーマンスを披露した。準々決勝のカメルーン代表戦では、スイーパーシステムを採用した代表チームにおいて、積極的に攻め上がり、デビッド・プラットのゴールをアシストした。 準決勝進出を果たしたイングランド代表の中で、ピアースは PK を失敗した2選手のうちの1人になった。西ドイツ代表との試合は、1から1のまま PK 戦に突入したが、PK 戦の末に敗退した。ピアースは、グループステージで一勝もできずに敗退した、ユーロ92の代表チームでキャプテンを務めた。0から0で引き分けに終わったフランス代表戦では、 クロスバーの下側に直撃するフリーキックを蹴った。フリーキックを蹴る直前にピアースはバジール・ボリーの頭と衝突し、頬に深い傷を負っていたが、フリーキックを得るとそれを無視してピッチに戻ろうとした。レフェリーは顔の血を拭き取るように求めたが、ピアースはすぐにピッチに戻り、フリーキックを蹴った。イングランドは アメリカで開催された 1994FIFA ワールドカップでは予選で敗退した。サンマリの代表戦では開始8秒でピアースが出したバックパスを相手選手のダビでガルチェリにさらわれゴールを許した。イングランドは7-1で勝利したが本大会へ進むにはポーランド代表がオランダ代表に勝利することが条件であった。しかし、 オランダは3-1で勝利し、イングランドは予選敗退となった。1994年にテリー・ベナブルズが監督に就任すると、左サイドバックのポジションには、グレアム・ルソーが起用されるようになったが、本大会を前に、ルソーは骨折によりメンバー入りせず、ユーロ96でもレギュラーとしてプレーすることになった。準々決勝のスペイン代表戦の PK 戦では、 成功し、イングランド代表の勝利に貢献した。ウェンブリーで勝利に沸くサポーターの前で見せた、ピアースのパフォーマンスは、イングランドのサッカーシーンにおいて、最も印象的な場面の一つになった。準決勝の PK 戦でも成功したが、チームは、ドイツ代表の前に再び敗れた。ピアースは、ユーロ96終了後に代表引退を宣言、したが、 新しく監督に就任したグレン・ボドルワの説得により代表でのキャリアはもう数シーズン続くことになった。ケビン・キーガンはユーロ2000の予選の試合の2試合に36歳になったピアースを再召集したがピアースは骨折によりプレーの可能性を閉ざされ1999年に78キャップで代表でのキャリアを得た。出場試合数78試合は 当時のイングランド代表の歴史の中でトップ10に入る記録であった。ピーター・テイラー監督のもと、ローマで行われたイタリア代表との試合でアシスタントコーチを務めた。2009年現在、ピアスは12番目のキャップ数を持つ選手であり、彼の前任者のケニー・サンソムは85キャップ数であるが、2000年にファン投票により選出された。 イングランド代表歴代ベストイレブンでは、アシュリー・コールやサンソンを抑え、左サイドバックには、大佐で、ピアースが選ばれた。リバプール戦で指揮を取る、スチュアート・ピアース。右は、ラファエル・ベニテス。現役引退後、マンチェスター・シティにそのまま残り、ケビン・キーガン監督の下でコーチを務めた。2005年3月に、キーガンが監督を辞任すると、ピアースは、 引退から3年も経たないうちに代わって監督に就任した。チームは校長を維持し UEFA カップの出場権を得られるところまで順位を上げ、ピアースは正式に監督に就任した。しかしミドルズブラとの最終戦ではロビー・ファウラーが終了間際に得た PK を外してしまったこともあり、1から1で引き分けに終わり、 UEFA カップの出場権を逃してしまった。2005から06シーズンは、コースタートを切ったが、ラスト10試合で9敗を喫し、15位でシーズンを終えた。また、リーグカップでは、リーグ1に所属する、ドンカスター・ローバーズに敗れ、敗退した。ピアースは、レフェリーが、ミスジャッジを犯してしまった場合でも、決して非難するようなことはせずに、 誠実で公平な監督であると評判を高め、スベンゴラン・エリクソンの公認候補にも名前が上がった。ピアースは2006から07シーズンは、広角圏の近辺を漂うチームを立て直すことができず、リーグカップでは再びリーグ1のクラブであるチェスターフィールドに敗れた。ホームで10ゴールしか上げられず、2007年以降は1ゴールも上げられなかった。 これは、イングランドのトップリーグで最低の記録である。ピアースは、シーズン終了後の2007年5月に監督を解任された。監督を解任される前の2007年2月、ピアースは U-21 イングランドを代表監督に就任にした。当初は、 シティの監督との兼任で、期間限定の監督業であったが、UEFAU-21 欧州選手権2007では、開催国のオランダに敗れはしたが、準決勝まで進出し、シティの監督を解任された2ヶ月後に、正式に監督に就任した。2008年1月、A 代表の監督に就任したファビオカ・ペッロの要請を受け、A 代表のコーチに就任し、 ナショナルチームにおいて U-21 代表の監督と A 代表のコーチの二つの役割を担っている。2009年6月に開催された UEFAU-21 欧州選手権2009ではチームは決勝進出を果たしたがドイツ代表に0の4で敗れた。2011年10月20日、2012年ロンドンオリンピックのイギリス代表監督に決定する。 イギリス代表がオリンピックに出場するのは52年ぶり。2012年2月8日、ファビオ・カペロ監督の電撃辞任により、公認が決まるまでの間、イングランド代表の暫定監督に就任する。2月29日、オランダとの親善試合の指揮を取り、2対3で敗れる。2012年5月1日。 イングランド代表監督にロイ・ホジソンの就任が発表されたことにより、暫定監督の任務も正式に終了した。2012年のイングランド暫定監督時代を経て、2014年4月3日に、ノッティンガム・フォレストが7月以降に、スチュアート・ピアースを新監督に迎えることを発表。本人は、このクラブに戻ることは、私にとって名誉なことだ。だが、 プレイヤーとしてやったことと今が無関係なことは分かっている。私の仕事はファンがチームを誇れるように電流を流すことだと述べている。ピアースはパンクロックのファンとして知られており、好きなバンドの一つであるザルーカーズのライブアルバムのジャケットに熱狂するファンの一人として映っている。ストラングラーズには30回ほど会ったことがあり、ストラングラーズに名付けてもらった。 サイコレコードというレーベルを持っていたこともある。読書や演劇を鑑賞することも趣味の一つで、妻のリズと共同で競争馬を保有している。2001年には自助伝、サイコを発売した。2006年、7歳の娘のチェルシーは、ビーニーと名付けた馬のおもちゃを、マンチェスターシティの監督を務めていたピアースにタッチラインに置くように頼んだ。 小さい子を納得させることは難しく、ピアースは諦めて、娘の願いを聞き入れた。しかし、シティが試合に勝利したため、迷信を信じて、B2 は試合に敗れるまでの数試合の間、テクニカルエリアで、ピアースと一緒に並んでいた。チームが連勝していた12月中には、B2 のチャントが、ファンの間で歌われていた。彼の兄のデニスは、イギリス国民党の党員で、 2009年、欧州議会議員選挙では、ロンドン地区の BNP の立候補者名簿の3位に入っていた。しかしながら、イングランドサッカー協会を通して出した、短い声明の中でピアースは、兄の考え方は兄自身のもので、決して私自身の考え方を表しているわけでは、ない。と、述べた。クラブ個人、スチュアート・ピアース、インターナショナルをピランせず、 ザレック、スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http コロンスラッシュスラッシュ www.rssf.com s スラッシュミセレニアススラッシュ spearce-intl.html ハットリタイアリング、ピアースハンツトン、ハットピアースレフトレッドフェイスド、ハットピアースツーハングアップブーツ、キーガンエンズヒズレインアットマンシティ、ハットマンシティアンベール、 ピアースアズマネージャー。ピアースバックスレフオーバーペナルティクレーム。ハットブッチャーバックス。ピアースフォーイングランドハットヒューズディフェンズアンダー。ファイヤーピアースハットマンシティーサキング。ハットマンチェスターシティ FC オフィシャルウェブサイト。ハットピアースネームドアズイングランド U21 ボス。ハットピアースネームドイングランド U21 マネージャー。ハットカペロギブス。ピアースコーチングジョブ。ハットサイコ。 s, s f u r i AT レーシストブラザーありがとうございます。